エリック・エルム・セーターはスウェーデンの陸上競技選手、スキー選手、1948年ロンドンオリンピックの銀メダリストである。エルム・セーターは3000メートル障害の選手として活躍。当時の3000メートル障害は1954年に障害物28個、水合7個と規格が統一化されるまで障害物の数や形に明確なルールがなかった。 この時代、エルムセーターは1943年から1946年まで4度スウェーデンチャンピオンに輝いている。このうち1943年には9分03秒4、1944年には史上初の8分台の8分59秒6と2度の非公式の世界最高記録を出している。なお、 1944年の世界最高記録は37個の障害物で達成している。1946年には戦後初となるヨーロッパ選手権に出場。3000メートル障害は37個の障害物で行われ、フランスのラファエル・プジャゾンに次ぎ9分11秒0で銀メダルを手にしている。3位には同じスウェーデンのトーレ・ショーストランドが入っている。 1948年にはロンドンオリンピックに出場。非公式の世界記録保持者であったエルムセーターはプジャゾン、ショーストランドと共に金メダル候補であった。レースはショーストランドが9分04秒6で優勝。エルムセーターは銀メダルを獲得した。3位には同じスウェーデンのイエーテ・ハーグストレームが入り、スウェーデンが表彰台を独占した。 エルムセーターはロンドンオリンピックの半年前にノルディックスキーの選手としてサンモリッツオリンピックに出場している。クロスカントリーでは1時間22分12秒で19位。さらにノルディック複合にも出場。9位という成績を残している。4年後の1952年にはノルディック複合のスウェーデンチャンピオンとなりオスロオリンピックに出場。しかし、 結果は13位であった。さらに、クロスカントリーも56位と振るわなかった。エルムセーターは、スウェーデン軍の将校であったが、1960年代には、ラジオ、テレビのスポーツ番組のディレクターとしても活躍した。ありがとうございます。